お疲れちゃんです。アズです。今回もですね、たまミラーシリーズってことでやっていくんですけども、今日はこちらだーんと、ですね、見てわかる通りヒール三重視に今ミラーを入れたバージョンということで、まあ早速ねやっていきたいと思いますねってことで言います。で、普通のヒール三種ですね。普通のカゴムレのヒール三種の、まあ、なんだろう、スケルトンとかアイスピとかの感じの枠を、まあ、ミラーにしただけなんで、まあ、言うて、強いですね。いや、強いのかわかんないな。撤回で、今の撤回で。ってことで、まあ、エリポンが結局強いみたいなところと、あとは三重視デッキに、まあ、ミラーが入ってるんですけど、三重視というよりは、あれですね。もうガゴムレミラーがメインみたいなところあるんで、もうどれだけガゴムレで攻められるかみたいなところはありますね。っていうところで、あ、もう今ので分かった通り、今言ったらガゴムレ咲きましたね。ガゴムレ咲いたじゃない。ザップ咲いたんで、もうガゴムレ、はい。もう手札もね、することないんで、このデッキ。はいはい。ネクロ、ザップハイスピね。これもう捨てることないんで、これでいいっす。理想はここでディガーを飛ばしたいんですけど、ないんで、相手がネックルだったらヒールでいいんじゃね、これ。で、ディガー飛ばして、ここでザップ打って、よいしょ。やばい。やばい。おい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 、おいな。けども、みたいなのがあるっすね。まあ、ダメージ与えて、やば。このあのネクロめちゃくちゃめんどくさいですね、スケルトンが。おー、優秀。優秀。で、これで相手は 100%、もう100です。ザップ打つんで、もう読みヒールですね。ほら、よいしょ。これはマジでヒールを使ってる人ならわかります。相手も100ここでザップ打つなんていうのがわかるんで、まあ、今みたいにね。もう読みヒーローやってあげればいいですね。ファイスピも咲いたんでね。ってことで、まあ、ここで一回エリポンを行ってですね。言うて押されてるみたいなとこありますけど。ジャイ、ネクロ、ザップ、スケルトン部隊、ファイスピ。あとなんかあったかな。とりあえず三足出して、ナイトも出して、あ、バレルだ。これはまあ、ガゴムレで防衛ですね。んーで、あー、これはやったな。このディガーはちょっと恥ずかしいですね。恥ずかしいですけど、まあ、とりあえずザップでね、落として。相手多分、あれっすね。これは、中型スペルがないやつだと僕は気づきましたね。でも、ハイスピ咲いちゃって、相手は。あー、ザップも使っちゃったってことは、時間ですね。言います。ガゴムレからの、ガゴムレからのヒール、よいしょ。やば、何のゲームしたんだろこれ。やばい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 。これディガー、なんでなんで消えた、そんなに一瞬でいっぱい消えたやん。あれ、さては遊びすぎみたいなとこあるっす。まあまあ言うて、おお、そうジャイオグだ。まあこれは勝ちましたね。さすがに勝った。で、この三重視は一回捨てましょうか。なんか、ディガーが欲しかった、攻めに。一回捨てて、もう一回後ろから三重視展開して、今相手ハイスピ使って、ジャイとアーチャー、ん？じゃ、アーチャー出したから、よいしょ。よいしょ。まあまあまあ、これは本当に、本当の相性ですね。これは本当の相性。っていうので、終わりですね。これもヒール打ってあげて。本当に打った意味あるのみたいな。このファイスピ。読みザップが間に合わないけども、まあこれは落ちましたね。よし。ってことで、本当にただの相性勝ちだったから、これはあんま参考にならないですね。けどまあ、ガゴムレミラーが気持ち強い。気持ち強い。っていうので、はい、よろしく。さあ、で、とりあえずはエリポンを置きたい。で、エリポンをできるだけやっぱ守りたい。で、そう、三重視をミラーだと10個すると重いんですよ。
まあ、元が12だから、まあ、軽いんですけど、重いから、基本的にガゴムレ出して、ガゴムレって矢の雨に弱いじゃないですか。けど、ガゴムレ矢雨で打たれたのさらにミラーでガゴムレ出したら、相手絶対矢雨ザップとかもあんまないですから、もう、めちゃくそ強いですね。あ、これザップ打たれるかな。打ってほしいけど打ってくれない。けど、ここでもう一回。よいしょ。ガゴムレ。あ。さては、やった。それは相手がうまいな。タイミングはね、めっちゃうまい。けど、まあ、一回ザップ打ってあげれば、二発に抑えられるんでね。っていうところで、はいはい。で、今、エリクサポンプが溜まってます。で、またここでね、エリクサポンプ置いていきます。さあ。おっと。そう来るか。で、相手ファイブを打ってないから、これで、ラバの声をガゴムレで処理して、かな。で、もう一回のガゴムレで攻めたいみたいな。おー、うまい。いや、これ出さなくてもいいな、これ。これもう一回、これどうせザップ打たれるし、さては同じ過ちをやってるな。俺は気づいた。とりあえず、ちょっと手札を整えるために飛ばす。で、これはもう、無視。これ無視。これは、まあ、アドって考えましょう。で、これでエリポン。一回エリポン大事。で、ここで多分右にラバ展開来る。来なかった。やばい。これは5打ってほしいな。打ってくれた。これラストチャンスですね。三種展開。でももう一回これ三種展開でもいいのかな。でもガゴムレの方がいい気もするけどな。これもういいんじゃね、ミラーで。なんかもう何したらいいか分かんなくなった。ってことで、飛ばす。今5を使った。お、え？めっちゃ削るくらい？なんか。これもう、なんかザップとか来るからヒールして、おや？ザップ来なかったけど、でもう一回これヒールしてみたいな。え？いやもう何しに。え？おっと？おー、はい。ってことで、勝ちましたね。って感じっすね。こっちも。って。今のよく勝ったな。なんで？なんで？この三重士のレベル14。ただただ強すぎただけですね。ってことで、三重士をミラーするパターンもあり、ガゴムレをミラーするパターンもあり、エリポンをミラーしたいんですけど、そういう手札にならないと。いうところで、これはもう初手三種やっちゃいましたね。まあまあまあ。相手がポイズンなんでね、これは勝ちたいですね。で、ここでヒールはまだ早いですね。もう後半の、まあ、後にね、取っておきましょう。相手のスペルが5かポイズンかっていうのが、ライトニングとかね、分かるだけで、もうそれだけで変わるんで、もう相手のスペルが、ポイズンって分かった瞬間にもう、勝ち確みたいなのがあるっすよね、これ。ってね、とりあえず、エリポン置きたい。エリポン置いたら、多分、相手のデッキがよく分かんないんですよね。スケバレ。ほら。これがやだな。三重士出したいんですけどね。よくわかんない。お？あー。めっちゃ攻めてくるっすね、相手。ザップ打ってこないか。これにザップ打ってきたら、おー。ミラーで囲めていいんじゃね？知らないけど。ああ、やっぱりトレーだったのに。っていうので、まあ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 、ここまでは相手のデッキをね、知るためのプレイみたいなところあるんで、これはもうザップだけで。やばい。うおー、危ない。バグが治ってる。っていうので、もうこの左はですね、落とされちゃいますね。はい。はい。ちょっとね、今日はプレイが、下手
下手くそですね。まあ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 、アイデナスペルがポイズンって分かってるので、こっからが勝負ですね。さあ、で僕は三死にポイズン出してここでヒールするときもありますし、ナイトガゴムレにヒールするときも結構多いんですよね。ここっすね。ここでナイトガゴムレにダイスイズクルー読みつつのヒールで、でここでポイズンもう一回ヒール。やば、さすがに遊びすぎた。やばい、さすがに遊びすぎた。やばい、しちゃった。時間ね、時間ね、俺に時間くれ。いや、今がよくね。これ、ダメだ。めちゃくちゃ相性いいみたいなとこある。やばい。これを負けるのはやばい。もう一回ザッパる。え？あー、遊びすぎた。めちゃくちゃ相性良かったのに。ちょっと待ってよ。めちゃくちゃ相性良かった、これ。え、めちゃくちゃ相性良かった。いやー、なんでこれに勝てなかったんだ。これは、あれですね。ちょっと、しゃしゃりましたね。この相手のデッキもやばいけどな。これはあれですね。本当に、ただただしゃしゃった。もう普通に、三重視で展開して、ガゴムレ出してヒールしてれば、お、ね、普通に展開してればよかったのに。ヒールミラーをやるのは多分良くないってことが分かったのは、まあでかいですね。はい。っていうので、終わりですかね。はい。ってことで、まあこちらのね、抜き、ヒールをミラーするのは良くないです。それだけ伝えておきます。まああとは、まあガゴムレなり、リポンなり、三重視なり、まあディガーなり、ザップなり、まあ、ミラーしていいと思うんで、ね。はい。こちら。ポイズンにはぶっ刺さりのデッキなんで、ぜひね、使ってみてください。ということで、終わります。よければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。本日ね、これ、1本目なんですけど、2本目もわかると思うので、そちらの方もぜひ見てください。では、バイバイ。